1971年10月16日午後8時過ぎ、宮城県唐桑町の尾崎神社付近で、仙台市の飲食店経営者菊田金子57歳とその母親75歳が消息を絶った。現場の状況やその数日後、友人へ遺書や形見らしきものが郵送されたことから母子心中事件と思われた。10月15日午後7時ごろ、金子は秋保温泉へ遊びに行っていた母親を電話で呼び出し、自宅からタクシーで気仙沼市へ向かった。午後11時ごろ、気仙沼市南ヶ丘の大鍋屋旅館へ到着。食事は取らず、そのまま床に着いた。翌16日午前11時ごろ、旅館従業員に、この近くに電話はあるかと尋ね、旅館の電話を使わず、わざわざ向かいの電話局を利用し、タクシーを呼んで唐桑町へ向かった。唐桑半島の突端に近い尾崎荘に二人が姿を見せたのは午後1時ごろ。部屋でくつろいだ後、二人は半島の周辺を散歩。同2時半ごろ、同半島最先端の八荘引きで金子らしい女が白いものを投げ捨てるのを地元の人が目撃。夕食後の同6時ごろ、気仙沼の知人のところへ行くと言ってタクシーを呼び、宿賃を前払いして尾崎荘を出た。同7時ごろ、気仙沼市魚町の呉服店に現れた2人は、子供の衣類などを買い、仙台への発送を依頼。このあと布団店で4500円のこたつ掛けを300円値切って買い、店から便箋を借りて遺書をしたため発送依頼。同7時半、タクシーで再び唐桑町へ向かった。同8時ごろ、投宿予定の尾崎荘脇の尾崎神社前で降車。冴えた月明かりに照らされながら、2人が神社の石段を上がっていくのをタクシー運転手が目撃しており、これを最後に2人の姿はぷっつり消えた。2人の失踪は2日後の18日に発覚した。金子の知人宅に気仙沼市内から郵送された小包が届き、こたつ掛けなどと一緒に入っていた便箋には、いろいろお世話になりました。こうするより仕方なかったのです。という秘書めいた文句が金子の字でしたためられてあった。驚いた知人が翌日、気仙沼署へ捜索願いを提出。唐桑半島一帯の捜索の結果、同半島の案内板にかけてあった金子の母親のマフラーと、同半島最先端部の八荘引きの断崖から金子の白足袋が発見された。状況から明らかな母子心中と見られていたが、事件は意外な方向に進展した。金子は山形県警が詐欺の疑いで内定中の人物であり、調べとともに知人らから大金を騙し取っていたことが判明。心中は見せかけの偽装工作で、実は逃走している疑いもあるとして全国に指名手配された。金子は1970年11月頃、野菜の行商をしている A さんから毎日大量の野菜を買い込んで巧みに近づき、ちょっと貸してと2回にわたり A さん宅の宅地、農地など約3000万円相当の土地権利書を騙し取った。その後この権利書をもとに青森、岩手、宮城、山形県内の知人らをうまい儲け口があると口説いて約1億1000万円を詐取していた。
警察が金子を全国に指名手配するに及び、二人の失踪は新たな角度から洗い直され、八艘引き付近の海中捜索も行われた。金子が詐欺を思い立ったのは1970年に小豆相場に手を出して1億円近い大損をしたため、一連の詐欺行為を働くようになったという。次々と詐欺を重ねることによって返済をやりくりしていたが、次第に行き詰まり、警察に追われていることを知った金子が母親を道連れにしたのだろうという自殺説の一方で、死体が見つからない、金子の勝ち気な性格から自殺するはずがないと関係者が口を揃えている。金子の白足袋が置いてあった八艘引きは険しい断崖を降りたところで、75歳の母親の足では無理。失踪当時の日中、金子が白いものを投げ捨てるのを見た人がいる。気仙沼市内の布団店で形見のこたつ掛けを買った際に値切るなど、死を決意したにしては不自然。当時少なくとも数百万円の現金を持っていたなどから、むしろ生存説が有力視され、捜査当局は懸命に行方を追った。金子の逃走には第三者が絡んだ可能性も十分考えられる。金子には商品相場や経営していた飲食店を通じ男友達は多く、その中には詐欺事件の捜査過程で灰色と睨まれた人物がいることも事実である。詐欺被害者の A さんは土地権利書を貸す話で45歳くらいの男も一緒に来たことがあると証言しており、この男は土地ブローカーだった可能性もある。失踪当日の昼前、金子が気仙沼市内でかけた電話は何を物語るのだろうか。それは偽装心中を打ち合わせた男への連絡であり、落ち合う時間と場所を示し合わせるための電話だったという推測もできる。事件後、二人を見たという情報もいくつか舞い込み、捜査陣が色めき立つ場面もあった。千葉の船橋競馬場で金子によく似た女と話をした。その女は北海道から来たと言っていた。東京駅八重洲口のロビーで金子と母親らしい二人連れを見た。栃木県石橋町の旅館に金子の母親らしい老女が訪れ、うちの娘を女中に使ってくれと頼んだといった失踪直後の3件の情報。その他、事件から2年後の1973年10月頃、金子らが失踪当日に投宿を予定していたお先荘の主人が仙台へ向かう列車の中で金子と母親を目撃したという。金子は田舎から出てきたようなやぼったい和服姿で、人目をはばかるようにネッカチーフを目深にかぶり、うつむき加減だった。よほど話しかけようと思ったが、自分にも連れがあったからやめたという。1975年10月には金子と数年来の付き合いがあるという友人から、仙台市一番町の三越デパートの前で金子を見かけ、あれ、金ちゃんじゃないのと声をかけたら、びっくりした表情で走り去った。絶対本人に間違いないという具体的な情報もあった。しかし、いずれも金子の生存説を匂わす点に過ぎず、生存と直接結びつく線はぷっつりと切れている。その気になれば狭いようで広い国内、
人知れず生きるのは可能であるが、金子一人ならともかく高齢の母親は果たしてどうだろうか。捜査の目に怯えながらの逃避行は母親にも辛く、金子にも重荷であるに違いない。山形県警は総額1億円余の金の流れをほぼ解明、被害届のあった7件についての詐欺事件の捜査を終えて書類送検、捜査に一応の決着をつけた。しかし事件は2人の生死を判断する決め手を欠いたまま、1978年9月30日で7年が過ぎ、事実上控訴時効が成立した。7回息を済ませ、金子は死んだものと思っているという家族や、当時のことを考えることはないと半ば諦め顔の詐欺事件の被害者たちをよそに、生存・逃走説は根強く残ったままだった。